では見事第22回兵庫ジュニアグランプリをジュアリストコーデ制しました福永祐一騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。レースではこの馬初騎乗でしたけども、どんなことに気をつけながらレース騎乗されたんでしょうか。先週の追い切りに初めて、またがる機会があったんですけども、2歳馬らしからぬ馬体の完成度と少し前向きすぎる気象のところがありましたので、今日は、コーナーが初めてコーナーが4つの競馬コースを経験するということで、いかにこう道中息を入れてリラックスさせていけるかというところが一つテーマだったんですけども、逃げる形になりましたけども、道中非常にリラックスしてましたので、最後まで足で衰えることはなかったです。結構他にも逃げるの早い馬揃ってましたが、もう逃げていければ行きたいというそういう思いだったんですか。あまり決めてはなかったですね。スタートもどうなるかわからないところもありましたし、相手の出方もありますので、ただ今日に関してはスタート非常にいいスタートを切ってくれましたし、楽に先手を取ることができましたので、その後は本当に馬のリズムを守りながら、行くことを心がけて乗りました。コーナー4つで折り合い面というところが一つテーマというお話でしたが、そのあたりも今日はうまくいったということなんですね。そうですね。最初のコーナー、1、2コーナー回ったあたり、すっと息入れることができましたのでね、あとはそうですね、あまり待ちすぎないで早めに自分で動いていきました。ぴったりと前半に疲れてましたが、そのあたりも全く気にならなかったですか。そうですね、3コーナー手前ぐらいからプレッシャーありましたけども、あまりそこのプレッシャーがきつくなる前にちょっと話していこうと思っていましたので、その辺はうまく対処できたんじゃないかなと思います。さて、レディバブの差を詰めてきましたけども、まだ余裕はあった感じですか。ありましたね。はい、着差はわずかでしたけども、ノーステッキでしたし、はい、勝ち時計1分26秒9という時計、これ両馬でいうとこのレースレコードになるんですね。結構時計も速いというところで能力かなり感じたんじゃないですか。そうですね、非常にいいスピードを持っている馬ですから、今日はそうですね、スピードがあるところと、あと器用に立ち回ってくれたんじゃないかなと思います。この後は距離が伸びるというところではどうでしょうか。そうですね、スピードが勝ったタイプですので、距離が伸びていく、そこが課題になるかとは思います。この馬、今後に向けて福永さん、これまでたくさんのいい馬乗ってきたと思うんですけども、子供の将来性というところをどういうふうに感じてますか。非常にいいスピードを持っている馬ですし、素晴らしい馬体も持ち合わせている馬ですから、このまま順調にいってくれればね、距離に関してはまだちょっと何とも言えない部分はありますけれども、5番になっても、ダート、短距離、そういった舞台で活躍してくれる馬になるんじゃないかなと思います。福永ジョッキー自身はこのレース4勝目、2013年の西天ものふ以来の兵庫重賞制覇になりましたが、そのあたりいかがですか。そうですか。非常にいい2歳馬乗せてもらっているということだと思います。今日も素晴らしい馬に騎乗できて、良かったです。それでは最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、非常に強い競馬ができたと思います。次、G1 に参加するかどうか、ちょっとローテーションがきついという部分もありますけれども、非常にいい形で勝ってくれましたんでね、これからますます活躍してくれると思いますので、応援よろしくお願いします。ジュアリストコー福永祐一騎手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。